まあ映画や尾張公文徳川宗春物語歌舞伎侍第30回名人ぶらないように。そなた誰からそれを聞いたのじゃ。兄上のお小姓方とは仲良くしておりますゆえ。はははそうか、我が小姓たちも人を見る目があるの。それと万五郎、そこもとはよく考えておる。学問というものはこのようにしてよくよく考えることだ。ただ書を読むだけでは表だけのモノマネに過ぎん。自らの血となり肉となるまで熟慮し自問自答することだ。文字に振り回されないよ。このよそのものが経典であると知るがよい。武士は学者ではないでの。義道様は道春様の思わぬお答えに笑顔で答えられました。とは言うてもこれはいずれも四ツ谷の王子上の受け売りだがな。はははは。は。学問と同じようにな、武芸も含め芸と名のつくものは奥が深い。少しできるようになったからといって名人ぶってはならぬ。名人ぶってはならぬ。義道様が姿勢を正されたのを見て道春様も端座し直されました。学問と同じようにな、武芸も含め芸と名のつくものは奥が深い。少しできるようになったからといって名人ぶってはならぬ。兵庫より浦蓮也のことをよく聞かされる。蓮也は死を間近にしても道場にて昨日の自分と対峙したという。芸を治めるものはかくありたいものだ。父上のあざなはひょっとしてそこから。どういうことだ。父上のあざなは使命。使命とは五の旅毛のあざなでござれば。旅毛といえば死別れて三日すれば、すなわちさらに活目して相対すべし。死は三日もすれば変わることができる。つまり父上は蓮也殿のように昨日の自分でなくとも一昨日の自分と相対峙されたのではと思いましたゆえ。義道様は道春様のお顔を見つめられて手を何度も打たれました。うむうむ、よいよい。それを誰から聞いた。これは母上から。おお、それは良いことじゃ。親孝行だな万五郎は。義道様は自分の母親が軟禁されていることを思い出し寂しい顔をされました。それに引き換え親不孝じゃ。実の母を押し込めたままゆえの。道春様はそのお顔を見てとっさに話題を変えられました。兄たちは新陰流ではなく延命流を学んでおりますが。延命流も大切な教えだ。武蔵殿が伝えた教えだからの。当家には相田武助という名人もおれば延命流を選んだ道も悪くはない。伊賀や忠四郎や津金利平、三枝新八もまたまだ幼いが近松彦之進もいる。されど乙女流とはいえ尾張の御家門の中で私以外の者が新陰流を学ばなくなるとはこれも大きな問題がある。それゆえにそなたには新陰流を学ぶように命じたんだ。殿、そなたは同等は告げまいがしっかりと学ぶように。むしろ我が子にそなたから伝えてほしい。新陰流の同等は継いだがまだまだだ。蓮也のような境地になりたいものだ。明日はそなたも道場に来るがよい。はっ。義道様の側近である奥田須主馬様や森崎頼母様はお二人の会話にうなずきながらご一緒に笑顔で聞いておられました。次回第31回
雑談。四代藩主徳川義満と万五郎道春との対話、その3。